これで仕事に行くという顆粒子。これが沖縄のスーツ。お、いい感じですね。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってきてください。お世話になりました。では行ってきます。ありがとうございました。次は世界一周から帰ってきたら行ってきます。沖縄そば。ありがとうございます。いいっすか、うちして。いいっすよ。車椅子トラベラーのミオさんです。こんにちは。ありがとうございます。ごちそうになってます。うん。濃いやつよね。うん。濃いわ。沖縄はどこに。巻いて。はい、この後の予定何だった？なんか必要なもんある。沖縄も。はい、行きましょう。いいですか。はい、与えますわ。予算、予算は300万。こっから岐阜まで一気にチャリで行くんで1100キロ、毎日100キロ来るんで、あれ欲しいっすね。いいわけね。何だった、これ何使うんだった。これデート用に、急にデート決まった時に汗臭かったらオープニングで終わってまうんで。ここまで女の子にも いつでもデートの誘いになってます。あ、もう汗とかなきすぎて、もう抵抗欲しいよ。これで九州乗り越えます。乗り越えられるよ。はい、ありがとうございます。ういっす。頑張れよ。いやー、ゲストハウス到着しましたが、国際通りで780円という安さに少し疑っております。780円、めっちゃ安いですね。すごっ。これで780円やった。沖縄最後の夜は国際通りで路上靴磨きをします。まあ誰か来るって言ってくれてるんでやるんですが、ついでに通りがかりの人も来てくれたら嬉しいですね。ちなみに今日泊まるゲストハウスの真ん前というやる気のなさ、まあやってみます。ありがとうございます。全然人いないですね、国際通り。ありがとうございます。わざわざ持ってきていただいて。出身どこっておっしゃってましたけど。出身福岡なんですよ。出勤で1年前に。そうそうそう。大学出てずっと同じ会社。本社というかオフィスの。そうそうそう。だって大学卒業してからってほんま20年くらい。20年ぐらい同じ会社なんですよ。その時ってほんまに携帯普及し始めっすか。そう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 。もうみんなが初めて持つ携帯ですよね。そうか、じいちゃんばあちゃんがボケ出した頃で、はい、携帯でこう喋れるってすげえなって、まあまあ全然携帯みんな持ってない頃だったんで。持ってる人の方がまだ少なかった時代ですか。そうですね、大学入って、はい、大学生ですらクラスで持ってる人は3分の1ぐらいで、あと PHS か、はい、持ってない人みたいな感じ。あ、そうなんですね。もう一人一台持つ時代来るっていうのは、うん、当時予想してましたか。それは来るかなと思ってたんですけど、はい、まあ、こんなに競争が厳しくなるとは思ってなかったですね。あ、そういうことか。だからなんかね、携帯代もなんかどんどん安くなるけど、じゃあお年寄りとか、はい、そういった人はウェブで注文できない人はどんどん放置されるけど、それが
今の日本に合ってるのかなとか、はい、海外だと今日も言われてたみたいにサービスは悪いけど、はい、料金は安いかサービスはいいけど、はい、料金は高いかでも日本ってなんか難しいじゃないですか、はい、料金は安くなるけどサービスも求めるみたいな、なんかマックとかでも。再び後輩にご飯をご馳走になりました。後輩に飯を食わしてもらう先輩。いただきます。万円です。めちゃめちゃ食べてくれます。投資倍で返ってくる。うん、お前らと食うラーメンが一番うまいわ。動画モード入ってます。最高のスパイスはお前だよね。